こんにちは。ただいま四条烏丸交差点に来ています。今日は祇園祭り後祭りの宵山の山鉾の解説をしたいと思います。以前先週はもうあられ天神山の動画撮影、あと動画ボタンを押してなかった代わりに写真を載せて撮りました。そんな感じでした。いいですね。今回はちゃんと録画できるように頑張ります。じゃあ今日11基の山ぼっこを動画で撮影したいと思います。今回もよろしくお願いします。こちらの山鉾は橋弁慶山という山鉾です。四条通りと室町通りの間にあるたこ焼き通りの山鉾です。謡曲橋弁慶を題材とし、弁慶と牛若丸が五条の大橋で戦う姿を表している。弁慶は鎧姿に大なぎなたを斜めに構え、牛若丸は橋の欄干の義母石の上に側立で立ち、片足を曲げ、右手に太刀を持っています。こちらは、恋山という山鉾です。たこ焼き通りと六角通りの間にある室町通りの山鉾です。山の上に大きな鯉が跳躍しており、龍門の滝を登る鯉の勇姿を表している。この滝を鯉が登りきると龍になるという中国の伝説があり、登龍門の語源となりました。山鉾は上明山という山鉾です。烏丸通りと室町通りの間にある六角通りの山鉾です。上明山は平家物語橋合戦に由来する山です。治承4年1880年の宇治川での源平合戦に源氏方で三井寺の僧兵筒井上明が橋桁を渡り奮戦したところ、一来奉仕が頭上を飛び越え、悪臭走路ごめんあれと先陣を取ってしまったという、その瞬間の情景を2体の御神体を組み合わせることにより表現しています。この山鉾は黒主山という山鉾です。六角通りと三条通りの間にある室町通りの山鉾です。謡曲滋賀にちなみ、平安時代の六花仙の一人大友黒主が桜の花を仰ぎながら見ている姿を表します。ご神体は寛政2年元年1789年5月辻又七郎の元住人の命を持つ山に飾る桜の造花は、ちまきと同様に戸口に刺すと悪事が入ってこないと言われています。こちら京都伝統工芸館です。なんと和服の方は無料なので、ちょっと入ってみます。今からちょっと山ぼっこ解説、ちょっとお休みさせて、終わったらじゃあ再開します。じゃあ今から入ります。いやよかったよ、京都伝統工芸館。今日は服着用の方が無料のところ、今日は150円でした。2階から3階まで展示があって、特別でも開催してました。じゃあ今から山鉾の
解説を再開します。こちらの山ぼこは鈴鹿山です。三条通りと姉屋小路通りの間にある烏丸通りの山ぼこです。鈴鹿山は鈴鹿権現を祀る東海道の難所である伊勢国鈴鹿山で道行く人々を苦しめた悪鬼を退治したという鈴鹿権現を木の烏帽子をかぶり手に大な薙刀を持つ女人の姿を表します。こちらの山ぼこは遠行者山という山ぼこです。三条通りと姉屋小路通りの間にある室町通りの山ぼこです。遠行者山は応仁の乱以前からの柿山で、こちらの山ぼこは高山という山ぼこです。これは室町通りと新町通りの間にある三条通りの山ぼこです。高山は応仁の乱以前から巡行していた由緒ある山ぼこで、富士虎図の大きな引き山でした。こちらの山ぼこは八幡山という山ぼこです。六角通りと三条通りの間にある新町通りの山ぼこです。八幡山は町内に祀られている八幡宮を山の上に誕生したもので、常には町会所の庭にお宮を祀っています。こちらの山ぼこは北観音山という山ぼこです。たこやくし通りと六角通りの間にある新町通りの山ぼこです。上り観音山と言われ、後祭りの先頭を行く文那1358年創建であることが町内に残る古文書に記され、山の舞台には妖竜観音像と伊田天像を安置する引き山で、天保4年1833年に飾り屋根をつけました。こちらの山ぼこは南観音山という山ぼこです。錦小路通りとたこ焼き通りの間にあります。南観音山は北観音山とも言われ、後祭りの最後を行く引き山、現在は巡行全体の最後を務める山ぼこです。こちらの山ぼこは大船ぼこです。大船鉾は綾小路通りと四条通りの間にある山鉾です。神宮皇后の朝鮮出兵伝説にちなみ、鉾全体で船形をかたどり、後祭りの最終を飾る鉾である。館中央部に神宮皇后、館全部に副将住吉明治、友部に総田主鹿島明治、手先に龍神厚みの磯らの四神を安置します。いかがだったでしょうか。祇園祭り後祭り2023山ぼこ動画で解説。今回は四条通りから撮影して、烏丸通り沿いと山ぼこ、橋弁慶山から、それから室町通り通って小井山、それから一丁目を黒住山、山回ってきました。それからこっちで京都伝統工芸館によって、和服着用の方が無料の時でしたが、この日はちょっと特別で150円有料でした。それからその後鈴鹿山、そして姉屋小路通りを通りました。遠行者山は交通規制がかかりました。
そこで細い道を迂回して三条通りから入って緑山さんに出てきて、改札は金谷工事通りで行われました。それから、ね、さらに迂回して高山、去年からちょっと復元し復活してる高山に出て、それから三条通り、それから新町通りを通って八幡山、北館の山、南館の山、大船を出てきました。ちょっと唯一歩というのが大船歩です。今回はじゃあ人が映らないように上向けて山鉾を撮影しました。視聴者がためにです。この動画が良かったと思う人と、祇園祭り2023来年も参加したいと思う人と、来年も祇園祭り開催したいと思う人と、京都の YouTuber はチャンネル登録、高評価お願いします。この動画はここまで。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。じゃあな。Thank you.